お疲れ様です。ヒーロー参上クレンジャーのヒロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は実写作品のスケバンデカシリーズについて簡単に紹介してみようと思います。スケバンデカは和田伸二先生によって白戦車の花と夢で1976年1号から1982年24号まで連載されていました。スケバンデカのコミックス累計発行部数は2022年1月時点で2000万部を記録しています。原作者の和田伸二先生は広島県呉市の出身ですが、地元呉市でもスケバンデカは知っているけど、原作の和田伸二先生が呉市出身とは知らないって方が大半を占めます。和田先生は呉市の広出身ですから、呉市民の方よく覚えておいてくださいね。漫画連載終了後の1985年にテレビドラマ化されたスケバンデカですが、当初は浅宮咲役に宇佐美ゆかりさんが内定していました。しかし他作品と撮影時期が重なったために宇佐美さんが降板したことで、前年に明星食品の青春という名のラーメンの CM で注目された斉藤由貴さんが起用されることとなりました。シリーズ1作目となるスケバンデカは1985年4月11日から10月31日まで毎週木曜日19時30分から20時にフジテレビ系で放送されました。放送当時は視聴者からキワモノ番組として扱われ、原作ファンからも不評でしたが、斉藤さんの容姿と役柄のギャップや特撮ヒーローを思わせる作風など独特の雰囲気が徐々に評価を得て人気番組となり、延長の話も持ち上がりましたが、主演の斉藤さんが NHK の連続テレビ小説のヒロインに抜擢されていたため、スケジュールが合わず、2クールでの終了となりました。シリーズ2作目となるスケバンデカ2少女鉄仮面伝説は、主演を南野陽子さんに変更して、1985年11月7日から1986年10月23日まで、毎週木曜日19時30分から20時にフジテレビ系で放送されました。原作者の和田先生は番組制作サイドからストーリーが原作を離れるという知らせがあったものの、実際の作品を見て常に孤独でありながら自分のためでなく他人のために戦う先本来の生き様や、敵と戦って友や仲間を得ていく部分など、このシリーズが原作のイメージに一番近いと言われたようです。さらに南野陽子のイメージは先そのもの、自分が一視聴者として学生時代に見ていたら夢中になっていたと絶賛された作品でした。シリーズ3作目となるスケバンデカ3少女忍法超電機は1986年10月30日から1987年10月29日まで毎週木曜日19時30分から20時にフジテレビ系で放送。1987年2月にはスケバンデカ2の後日談として劇場版スケバンデカが公開されています。さらに1年後の1988年2月にはスケバンデカ風間さん姉妹の逆襲がスケバンデカシリーズ2作目の映画として劇場公開されました。ただ放送当時高視聴率を獲得したこの作品も、和田先生曰く、ただのスケバンが強い敵を倒すのがスケバンデカの面白さだ、スーパーヒーローものがやりたければ他でやれ、自分のためだけに戦うヒロインがいるか、なぜ学生刑事が生まれてきたのかを理解していないと激怒したことによって、劇場版風間さん姉妹の逆襲でシリーズが終了した後、再映像化のオファーを和田先生は全て断っていました。しかしその後、主演が和田先生が大ファンであった、あややならということで映画化を快諾して、4代目浅宮咲として、松浦彩さんが主演、深作健太監督で2006年に18年ぶりに映画化、それがスケバンデカ、コードネーム浅宮咲でした。様々なキャストで映像化されたスケバンデカですが、一押しは何といってもシリーズ2作目のスケバンデカ2少女鉄仮面伝説。南野陽子さん現在も変わらずお綺麗で、最近では仮面ライダーのお母さんになっちゃいましたね。いろいろあったようですが、昔からのファンはみんな応援してますよ。
ケバンデカ3の後番組としてスケバンデカ4の企画もありましたが、3の人物設定で和田先生の不況を買ったことにより映像化は困難と判断した制作陣が企画を変更して制作されたのが五十嵐泉さん主演の少女コマンド泉です。ということで今回の動画はここまで。動画が面白いって思ったらチャンネル登録と高評価、コメントなどもお願いします。それじゃあまた次回の動画で。ヒーロー参上クレンジャーのヒロでした。バイバーイ。